はい、今日ね、西武池袋百貨店がね、ストライキしてましたね。はい、ストライキしてて、まあ、ストライキしてる最中に、なんか売却がね、決まったらしいんだけど、この件について僕が思ったことは、もうデパートがオワコンっすね。うん、デパートもオワコンだなっていうふうに思いました。もうさ、誰もね、俺と同い年ぐらいの人たち、デパートとかね、百貨店行かないし、ネットでこと足りるし、バカ高いし、わざわざ行く理由がないんだよね。なんかもう、レトロな雰囲気を味わいたいとか、雰囲気を味わいたくて行くようなところだし、なんかもう、時代遅れなんじゃないかなっていうふうに、百貨店勤務の人には大変申し訳ないんだけど、思いました。別に百貨店アンチとかデパートアンチとか、なんかデパートに何か恨みがあるとかそういうわけじゃないんだけど、客観的に考えて、もうそもそもね、百貨店需要ないから、それはね、売却されちゃうし、なんか全然ヨドバシとかあった方がいいかなっていう感じなんだよね。だからもうこれはもうしょうがない、時代の流れなんじゃないですかね。時代の流れで潰れていくものっていっぱいあるじゃん。寝台特急だってなくなってったしさ、うん、路面電車だってどんどんなくなってったしさ、もう百貨店はもうねえ、うん、だって誰が百貨店で買い物してんのって感じじゃん。もう一部の富裕層だけでしょ。うん、一部の富裕層だけで、でどんどん日本貧乏になってっから、全然なんか百貨店とかね行くよりもね、ドンキとかイオンとかさ、そういうとこ行ってた方がいいし、アマゾンとかで安く買えるし、わざわざ行く意味がないんだよね。まあ、現品を見れるとかさ、店員さんの話が聞けるとか、まあ、なんかそういう雰囲気は上とかあるかもしれないけど、もう今、もうなんか家族で休日はデパートに行って、いっぱい高いもの買って、レストランでとか、いないっしょ、本当に。もう、一部の、もうだから、本当に高齢者だけでしょ、デパートありがたがってんのって今。うん。本当にね、もうわざわざデパートに行く意味がない。特別デパートファンとか。そういうのしか行かないから、まあね、しょうがないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあただね、今回ストライキやることにはやっぱり意味があって、やっぱり百貨店勤務の人からしたら、買収されて経営陣が変わるわけじゃないですか。だから、その経営陣、もうね、買収されるのは分かってたと思うんですよ。買収されるのは分かってた上で、新しい経営陣に向けて、待遇をね、ちゃんと良くしろっていう威嚇の意味を込めての、そういうね、俺たちもやるときやるぞみたいな、そういう意味を込めての新しい経営陣に向けたストライキなのかなって気もするんで、でね、今回のストライキが無意味だとは思わないんですけど、まあどっちにしろちょっとデパートってもうオワコンでしょっていう風に思いましたね。はい、まあなんか反論とか同意とかある人コメントください。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。